こんにちは、あさきです。今日はですね、着物用のコートの、羽織り方についてご紹介をしていこうと思います。私が使っている着物コートなんですけれども、まあ、普通にコートですね。着物用なので袖の部分がこんな感じで、ゆったりとした作りになってます。でこれも外出先で結構脱いだり着たりする機会が多いと思うので、とにかく床に引きずらないようにだけ気をつけてください。で、大体はですね、引きずらないようにするためにはこの襟元とこの裾の真ん中ら辺ですね、真ん中ら辺を持ってあげて、そのまま後ろ手で広げます。はい、このまま肩にかけてあげる。着物に関してはですね、基本的に下から何でも羽織ってあげるようにしてください。でこう上からも持ち直して、袖を持って振りを通していきます。はい、この時点ではあんまりこう襟元がですね、こうグッと前を押さないように気をつけてください。結構ね、これでグッと押してしまうと前がパカパカなってしまうので注意が必要です。ゆったりと羽織ってあげてからですね、そーっと着物の襟とですね、コートの襟を沿わせてあげるといいかなと思います。まあ、別にビタッとくっつけなくてもいいんじゃないかなって思いますね。はい、でまあ、もうあとは構造を見てあげて、まあ、大体ここに紐がくっついてるので紐をしてあげます。で、留めるところがね、なんかいっぱいあるんですよね。なんかこういうところとかね、私ちょっとめんどくさいので、なんか必要最低限だけ留めてます。あとここにも2個ボタンがついてますね。これぐらいなんとなくパンと留めて、結構なんか止めるとこ多いので着るのに時間がかかったりするんですよね。はい、こんな感じで、あと鏡見てこうなんかこうよれってなってないかなっていうのだけチェックしてあげると、いいかなと思います。はい、こんな感じで、はい、コートが着れました。冬場は、結構この首元が寒いので首元もしっかりと守ってあげるといいですね。だいたいこういう普通のマフラーをですね、巻いてあげるといいと思います。巻き方は何でも大丈夫です。私はいつも結構もう簡単に、なんかコート着るの時間かかるので、もう簡単にこれしかあんまりやってないですね。これが結構前もしっかりと押さえられるのでいいかなと思います。後ろは衣紋を抜いているので、ここに、かかるようにしてますね。こんな感じ で、あと手袋してあげるとかなり防寒はしっかりしますね。なんか私的には洋服を着ているよりも和服でこの防寒をしている方がかなりあったかいなっていう印象があります。ぜひこれもですね、参考にしてみてください。ありがとうございました。